皆さんこんばんは、ゆきにょゆきねです。突然ですがお知らせがあるので本編に入る前に1分ほどお時間をいただけたらと思います。実は今回ノックスプレイヤーさんから案件をいただけましてご紹介をさせてもらえたらと思います。スマホゲームをパソコンでプレイするときにエミュレーターを使ってプレイするわけですが、どのエミュレーターがいいんだろうと迷っちゃうと思います。そんな中でノックスプレイヤーをお勧めしたい理由が、複数の窓で異なるゲームを同時にプレイできるからです。特に今画面に出ているアークナイツは周回に時間もかかるので、一つの窓でアークナイツを周回しながら別の窓で別のゲームをプレイできたりと時間を効率的に使えます。ゲームをスタートする際に繰り返し行うリセマラも効率的に行えるみたいですね。僕がプレイしているのはアークナイツの日本版ですが、よりバージョンが進んでいる本国版もあって、もし本国版のアークナイツもプレイしたい、複数窓でゲームをプレイしたいということであれば、パフォーマンスアップ版のノックスプレイヤーがいいかもしれません。これからパソコンでアークナイツをやってみようと思っているけどエミュレーターをどうしようか迷っていたら、ノックスプレイヤーをぜひ試してみてもらえたらと思います。それではご紹介は以上です。続いて本編の動画をどうぞ。もう早速ね、ちょっと威嚇エリアのガチャ引きたいんだけど、ちょっと学んだんですよ、あの前ミルジスのガチャで。さすがにあの3ヶ月もアークナイツやってると学びました。まずね、コーデを買おう。石がなくなった後にコーデ買いたくなったら終わるまずコーデを買いましょう。これガチャ引いてすっからかになった後にコーデ買っときゃよかったってなるのが一番しょうもないので、先に買います。 GG 買います。まあ、天人家にはいつもお世話になってるし、天人家も買います。チェンは今は買いません。エリアは買います。ちょっと待って、ガチャ引いてもないのに、アンジェも買うんだけど、380あったよな、石。380個の石があって、コーデ買ったら、80個ぐらい消えたんだけど。いかれてるって。まずこれから行きますか。なんか1日1回無料で引かしてくれるらしいから、あと5時間で消えるんで、これ1回行きます。ボーナスチャンスを使用してオペレーター1回スカウト。10回以内に星5以上か。あ、ちょっと待って、提供割合だけ見させてもらって、あれ?ミルジスの時3人いたのに今回2人なんだね。ガビルとチェンだけか。まあ、一番欲しいのがエイヤで、なんか、何かの間違いが起こってチェンがスラッとすり抜けてくれたら、まあ、それはそれで嬉しいかな、みたいな感じかな。ボーナスチャンス、ぶっぱしていきます。他にまだありますか?これで勝ちに行きます。なんか無料チケット10連分もくれてたんでね、これも行きます。いけ、頼む!もうここでエイヤ出て終わりにしよう。まあ、この星5がポン知らずだったら、前はモニカ持っとる中年。まだ負けてねえ。ここらで、ミュルジスの時は20連ぐらいで1回光ったよ、星6に。どうすか、アークナイツさん。なんか、アフカに何のよアークナイツさん、そろそろ星6の光見ないと、ちょっと、石もね、チケットも、アークナイツさん、ちょっと、そろそろ光見してくんない?青2連続やばいよ。え、100連ぐらい引いたら1体ぐらいは出るんだっけ?このゲーム。確率上がるんだっけ ?51 回目で出なかったらなんかどんどん上がっていくらしいな。じゃあこっから上がっていくんだね。で、99回目で 100% なんだね。もうエイヤ出て一旦安心しよう、ここで。ああよかったもうこの音聞かなきゃ、この音聞かなきゃやってられない体になってる。もうこれで終わってくれ。はっ!お願いします。お、トップバッター。威嚇のエイヤフィー。久しぶりね、ドクター。改めて自己紹介するわね。最悪や。またこっから同じ確率でやるの?最初と。ここで引いたら熱い。2連続星6だったら熱いけど、アークナイツそんなに簡単なゲームではないと思うんだよね。え?ちょっとアークナイツちょろいかも。確率リセット。何の問題もないね。リセットされたらもう一回星6引きゃいいんだい。リセットされたんならもう一発。これで、これ威嚇エリアでしょ。火山の匂いします、これ。なんか硫黄の匂いする。火山の硫黄の匂いする、これ。これ威嚇エリアです。いや、火山の火消すのやめてくんない?頼む。威嚇エイヤ!久しぶりね、ドクター。さっきあったって。
これミルジスのあれ来てる、あの流れが来ている、ふざけんな違う、そうじゃないだろ、火を消すな。あーちょっとこのポンシラス連打もやばい。あいつのミルジスピックアップの時の星5のあいつがめちゃめちゃ貫突したあの時みたいな流れがもう前回ミルジスで天井までやったんだから今回ぐらい許してよくないですか。ポンシラってる、まずいまずいまずい、マジでポンシル、これはポンシラス貫突一歩手前、まずい。このペースでもうちょっと星6の比率を増やさないと。貫突したやったー、先方だし突する意味マジであるだろうな医療の方のエイヤを連れ、頼む。イネスの太ももはでっかいからさ、おお消化、頼む、お願い、お願いしよう。久しぶりね、ドクター。うん、改めて自己泣き面に蜂、頼むよ何すりゃいいんだよ、スワイヤーで行商人使って何すりゃいいんだよ、魚売りゃいいのか大将、行商人の先輩と一緒に魚売るか、スワイヤー、あーダメだ星六の二突スワイヤーがただの魚売りになるって勝手に行商してろ、いや逆張り行こうスワイヤーをセットすることによって逆にスワイヤーが出ない。急いでちょうだい、威嚇エイヤ。急いでちょうだい。なんだったっけ、なんか洗濯ハイビスカスみたいなやつ。全自動ドラム式洗濯ハイビスカスみたいな威嚇ハイビスカス。出たね、ちょっと待って、最後なんだけど。石ラストマジ、ちょっと170連引いてるマジか。なんとかなりませんか、ポンシラスもういいってということはもうそういうことじゃねえかよ、リセットされたでもアークナイツくん多分ね現金だから、あのお金入れたらね星6出すよ。さっき1万円入れたからね、このあたりでアークナイツ星6出すよ。ほら金で動きやがってよお金払ったらすぐ出すんだから無課金だったら全然出さないけど、1万入れた瞬間すぐ出すんだから、アークナイツ知ってたんだよね、最初から。札束でほっぺたペチッ、1万円札で雪地でほっぺたペチッってやったらすぐ星6出すんだから、頼む、もうやめてくれ、スワイヤー先輩、いただきました。こちらは皆さんへのお土産です。この後ケルシー先生とアーミーさんにも金払ったら出るんだから今回のシエスタ火山の噴火でたくさんデータとサンプルが取れたので、お金払ったら出るんだからまあ今ある分はなんかちょっとまあさすがにここまで回したらまあ行き着くところまで行くか行くしかねえ、もうヨースターさんお願い、チェンさん遊んでくれ、優遇してくれ、そろそろね、そんなことある、あーどうにかなりませんか、あーチェンさんかガビルさんが出ないと喜べないぞ、頼む、どうにかなって奇跡起きて、トップバッター何か奇跡起きて、何かの間違いで、久しぶりね、ドクター帰ってくれ、行商人らしく魚でも売っててくれ、もう辛いただただ辛い、このゲーム1万円課金してたったの攻撃力プラス30一体何をやってきたんだ、何のためにガチャを、俺がだって250でしょ、もうここまで行ったら天井まで回すんですけど、とりあえず上級資格証交換、スカウト券の方やって引いて、さらに上級を連成してソーンズ説が出てきてる。スカウト券上級資格証のやつちょっと行くわ。これやるべき。これは攻め時。
勝ちに行く。結局また天井だよ。チケットをお金を払っているのですよって、なんかもう某ゲームのキャラみたいになるよ。しゃ、これはもう上級資格証分取り返せるだろう。頼む、チンカが見る、チンカが見る、チンカが見る。もう行商人はいい。チンカが見る、チンカが見る、チンカが見る。どっちか、どっちか、どっちか、一枚。なんとかなれ、なんとかなれ、何個も切ろう。先輩、ただいま。先輩、いつまで火山潜ってんだ。消火しろ、早く。危ねえんだから。火山なんて危ないとこ行くなよ。やけどしたらどうするんだよ。あ、いや、また交換、あ、おう、あ、いや、まずい、ソーンズ。残り2日で上級資格証3枚手に入れないと、ソーンズが手に入らない。急げー、ソーンズが待ってる。あと2日しかないぞ。来い。よし、あと1枚。清流。よし。これでソーンズを手に入れて、あれ？あれ？清流！清流！清流！もうワントライです。いや、さすがに包丁だ。おお。そんな、ひぃぃぃぃ。つら。終わった。アルカナの危なかった。よし。ソーンズ採用です。じゃあ、160人雇用。お前がドクターか。今日ゲットしたキャラが、ソーンズ、威嚇エイアス、威嚇スワイヤー、威嚇ハイビスカス、ポンシラス、サベージはもらったのか。え、こんだけ引いて新キャラこんだけ。